PC エンジンファンの皆さん、こんにちは。漆黒のメタンと、クソゲーバカゲー愛好家のことのハーカメラ。と言っても、今回は隠れた名作やけどな。テクモゲー実況第3弾。本日は和風ソロモンの鍵こと、ジパングをお届けいたします。パッケージ写真だけ見ると、パチモン臭さ全開やけどな。それはユナ。なお、タイトル画面でセレクトを押すと、操作方法を2種類から選択できます。デフォルトだと方向キーの上がジャンプなので、ジャンプボタンはワンボタンの方を選ぶと遊びやすいかと思います。この場合、火炎弾はセレクトボタンで発動させます。それではねの階層からスタート。ステージは全部で70にあります。通常の部屋が60、それに隠し部屋が10にあります。かなり多いんやな。加えてボーナス用の宝物部屋も12存在します。本家のソロモンの鍵よりボリューム多いんやな。かなりやりこたえありますよ。ステージの構成としては12の絵とになさらえてます。各絵とごとに5つの部屋と1つの隠し部屋が配置されてます。真のエンディングを見るには全ての隠し部屋を発見して攻略する必要があります。なかなか骨の折れる作業やな。ステージクリアすると日本地図が表示されます。これを全て埋めればベストエンディングっちゅうわけやな。さようでございます。2面もチュートリアル的なステージ。模様があるところは石を作ることができません。右下端には隠し板が潜んでます。それを取ってからクリアすれば隠し部屋に入ることが可能です。このアイテムやな。なお、岩石の術に相当するこの剣の名称ですが、創造剣、破壊剣と呼ばれてるそうです。そして高島正宏さん扮する主人公のお名前は地獄極楽丸というそうです。極楽だろ。ちゃうねんちゃうねん、天外じゃないって極楽丸ですやん。そうなんか、中学生が考えそうな割とダサい名前やな。このミスティックルーム中のや隠し部屋やな。そういうことっす。なんや、いきなし難しそうなステージやな。隠し部屋は通常部屋よりも難易度が跳ね上がります。ソロモンの鍵では7面に登場するステージなので、チュートリアルステージを終えたばかりのこの段階ではまだちょっと早い感じですかね。なるほどな、そこは裏ルートだからってわけやな。スパークボールっぽいトゲトゲは壁に沿って移動してきます。石を作ってガードするか閉じ込めて対処。ゴール近くにある巻物を取ると火炎弾のストック数を増やすことができます。最大で8個分まで伸ばすことできます。巻物は積極的に取っていきたいアイテムやな。隠し面をクリアせんと日本地図も埋まらんわけやな。そういうことっす。通常面に戻って3面です。青い水晶はそのまま取ると50点ですが、剣を振るうことでアイテムに切り替えることができます。今回は火炎弾のストックが増えるヒーリー水晶に変えました。火炎弾については後の面で使っていきたいと思います。巣を取ると扉から象が出現します。象を10匹捕まえるとワンナップ。ソロモンの鍵でいうところの妖精に相当しますね。すべての質を探すと長尺になって動画が間延びするので、今回の攻略では寄り道程度に取っていこうと思います。あくまでも新エンディングの目的なので、スコア稼ぎは無視するんでいかんねんな。これ以降この画面は早送りします。ここもトゲトゲの海だらけやな。ウニは石を失うと放り出されるように直進していきます。上にある根ってのはなんだ。あれは十二指板です。取るとステージクリア後に宝物部屋に入ることができます。各層の絵とごとに1枚置かれてます。トレジャールーム、すなわち宝物部屋となります。ボーナスステージ用の部屋ですね。敵はいないに等しいので時間制限までアイテムを探しましょう。赤色の水晶も青色と同様に剣を振ることでアイテムに変えることができます。青色よりもレアリティが高いので、大型火炎弾や巻物といったより便利なアイテムが出現します。そいつは嬉しいな。アイテムの配置についてはその都度ランダムで決められてるようです。
ごめんはゲームを覚える上でわりかし重要なステージ。新しい敵が増えてきたな。まずは右上に隠されてるアイテムをゲットします。ひょうたんを手に入れるとワンナップします。これもありがたいアイテムや。素性通りに遊んで初めてプレイした場合、この面でやられることが多いんじゃないかな。ウニを解放させます。戻ってこないように石で塞ぐ。ここからが最初の難関。下にいる敵はジャンプしてかわし続けるしかないので、ここでは貯めておいた火炎弾を使うと良いでしょう。直後にピーリ水晶も出たんで、火炎弾を使うように指示されてるもんだな。第二の難関はここ。上から降ってくるスライムの動きに注意。炎を吐く竜神も邪魔してきます。石を作って上から渡る。ゲームを覚えればどうってことないですが、初見だとやられやすいステージでした。これで最初の絵とクリア。6面からは牛の階層になります。新しいステージになって BGM も変わったな。上に登るだけですが、狛犬は炎を飛ばしてくるのでなかなか厄介。石で炎が飛んでくる方向にガードしながら登ります。スピード攻略ならこの方法ですが、アクションが苦手な人は1匹ずつ狛犬を倒していく安全策を取るのも良いでしょう。宝物部屋に似たステージやな。スタート直後に12指板が隠されています。この面の目的は今の12指板を取ることと鍵を探すことの2つです。敵はスライムしか出てこないので、やられるとしたらタイムアップくらいでしょう。鍵は右上に隠されてます。頭突きでつついても破壊できないブロックがされ、あとはゴールに向かうだけ。この先は所々早送りします。牛の階層の隠しステージです。これもソロモンの鍵と同じ面やな。そうですね、ソロモンだと11面。ウニのスピードは PC エンジン版の方が少し遅いかな。ちなみにこのウニ、説明書によれば鉄傘と呼ぶみたいです。でもそれだと視聴者さんには分かりにくいので、便宜上ウニとかトゲトゲとかで表現させていただきます。ウニを解放するタイミングを見て石を破壊。大砲も邪魔やな。ウニがいなくなったら鍵をゲットしてゴールへ。パッと見は簡単そうなステージやな。ですね、登るだけです。アイテムの弾を取ると火炎弾の到達距離が伸びます。青ならブロック半分、赤なら2ブロック分の距離が伸びます。余裕があったら取っておくといいでしょう。今回はうっかり弾を拾い忘れたようだな。青色はあんまり重要でもないからつい。9面は宝物部屋があるので、牛の12指板を振りましょう。上に見えてるやつかな。この面で厄介な敵はアシュラですね。真ん中にある鍵を取るときに邪魔になってます。石を作ってアシュラの移動を制御します。2匹並んだらタイミングを見ておりましょう。横に移動してる忍者にも注意やな。今です。ここで士官部の概要について改めてお話しましょう。タイトルやパッケージからは B 級臭さを感じますが、実はテクモから正式に許諾を得てます。なのでソロモンの系統を受け継いだれっきとしたシリーズ作品と言って良いでしょう。見た感じは怪しいけど本物なんやな。さらに開発を手掛けたのはアークシステムワークス。そいつは知らんかったわ。近年だと格ゲーのブレイブルーやギルティギアでも馴染み深いですね。なるほどな。それにドラゴンボールファイターズもあるしな。
技術力には定評があるんだな。ジパングが予想以上に完成度高いのも、アークが手がけたと思えば納得いくな。ウィキも見ると PC エンジンでは他に、バニー・オン・ザ・ロードや、お坊ちゃまくんなども、アークが手がけてるようですよ。それも予想外やったわ。結構意外っすよね。もっともこの頃のアークは、そんなに有名じゃなかったと思いますけどね。ドゥーム11、虎の回想。ゲーム概要その2。ゲームオーバーになるとパスワードが表示されます。コンティニューは無制限。というか、スタート画面でコンティニューを選ぶと、自動的に全滅したステージのパスワードから再開されます。何回でもやり直せるのは助かるな。ただし、ペナルティとして火炎弾が0から、巻物のストックもデフォルトからの再開となります。なるべくならゲームオーバーにならない方がいいってことやな。なお、隠し部屋でゲームオーバーになった場合は、隠し番を取った部屋から、宝物部屋で終わった場合は、次の部屋からスタートになります。この面では珍しく、隠し番が最初から出現してます。ほんまや。隠れてないので、普通に拾うだけやな。隠し番があるステージには法則がありまして、2面、7面、12面、17面、22面、27面と、ステージの下1桁が、2と7のステージに板が隠されてます。各エトモトの2番目のステージに出現するわけやな。そういうことっす。進路を変え、石があっても構わずに鉄砲を撃ってきて、しつこく追いかけてきます。ソロモンの鍵で言うとサラマンダーに相当しますね。ほんまに、ジャコキャラの中で一番厄介なんよな。この先も何度もこの鉄砲兵に悩まされることでしょう。同じ横軸にいるとても足も出ません。しかし、一定時間が経てば消滅します。ステージですね。スタート直後に大型火炎弾を拾えるので、苦戦するようなら火炎弾を撃ってもいいと思います。小型の火炎弾は一度的に当たると消えてしまいますが、大型火炎弾は到達距離まで貫通して進み続けます。そして使用するときは古く取った方から消化されます。大型火炎弾が出現したときは小型火炎弾をあえて撃って消費させると良さそうやな。14面も強敵の鉄砲兵が襲ってきます。石を壊しておいて真下まで落下させるよう通り道を作ります。なお、宝物部屋も隠し部屋と同じで法則があって、ステージ数の下1桁が4面、9面のところに存在します。各エトモトの4番目のステージっちゅうわけやな。ヒーリ水晶をゲッチ。ここも落下用の通路を作っておきます。あとは糸を取ってゴールへ行くだけ。トレジャールームはこれ以降倍速で巻いていこうと思います。せやな、特に説明いらんかな。赤色の水晶さえ見つけておけばいいでしょう。巻物に変えてストックも増えたじゃな。全体マップが金になってる。面白いマップ画面ですね。寄り道しないのならただ登るだけ。ボーナススコアを気にしないのなら難易度は低いですね。若干危なかったな。下側にウニが向かってきてたらアウトでしたね。ちょっと油断してた。ウノ回想です。この面でのポイントは2つ。1つは序盤で降ってくる鉄砲兵の道を開けておくこと。
もう一つは右下に閉じ込めているウニをどう対処するかですね。画面下にある爆弾を取るとどうなるんや。爆弾を取ると画面内の敵が全滅します。と言っても効かない敵も多いんですけどね。主に途中から湧いてくる敵に対して効果を発揮します。今回の場合は鉄砲兵に対してのみみたいですね。2つ目の攻略ポイント、ウニを解放する前に閉じ込めておくルートを先に作っておきます。解放させたら再び石で塞ぐ。そうすれば安心して鍵を取りに行けます。あとはゴールへ向かうだけやな。そうっすね。 1.5 倍速で。中央に湧いてくる鉄砲兵と忍者の動きだけに注意。これ以降、ステージ間の演出はカットしていきます。テンポ重視のため省略やな。この面はゆっくり進めれば特に難しくはないかな。開幕したら兄を閉じ込めます。スコアが欲しかったら右上にある犬を。ワンナップの氷弾も左上にあるな。安全のためウニの通路を塞いでおきます。鍵を取ったら隠し番は左下の隅にあるのでそちらに向かいます。これやな。寄り道してひょうたんを取ります。この階層、ミスティックルーム。この面はちょっと難しいですね。帰り道を考えて、先に石を作っておきます。赤色の枠で囲んでるところだな。その後、右から迂回して上に登っていきます。鉄砲兵が次々湧いてきて邪魔やな。なかなかタイミングが合わない。登ってきたら安全策を取って上の通路を作ります。この先に隠しアイテムがあります。ここですね。スコアが2万点増えたな。時々こういうボーナスアイテムあるので分かる範囲内で取っていきたいと思います。ここで先ほど作っておいた足場が役に立つんやな。この辺で緩和9大映画版時間部の情報をお届けします。監督は林海蔵さん、主役の地獄極楽丸役に高島兄貴の方の朝廣さん、そしてヒロインの鉄砲のおゆり役は安田成美さん。鉄砲のおゆりは鉄砲ゆりとかけてるんやな。極楽丸がお尋ね者で、その首を狙う賞金稼ぎのおゆりってポーズが面白かったですね。気が強いおゆりの姉ぼっくりが印象深かった。今で言うツンデレってやったな。予想通りっつうか、後半になるにつれ中島兄貴とイチャイチャし始めたけどな。他には徳川家康とか服部半蔵とか、名前だけは歴史上の人物も出ていますが、時代交渉とかは全くなくて、割と破天荒なチャンバラ活劇です。火縄銃じゃなくてピストルだったしね。とにかくキャラがめちゃくちゃ濃い映画やったな。中でも途中から物語のキーパーソンとなる万人のような格好をした入れ墨の男っちゅうのが出てくるんやな。こやつは滑舌の悪い片言の言葉を喋っていて、何を喋ってるのか聞き取れんくて、字幕が欲しい映画やったわ。ほんとそうっすね。黄金剣を引き抜いたとか、愛を理解できない時間女王が出てくるとかあったが、ストーリーの方はあんまし頭に入ってこんかったな。特撮とかアクションに力入れてましたからね。外国人にも受けそうな、何でもごちゃ混ぜ感がありました。そんな映画ジパングですが、実は Amazon プライムで配信中です。もし気になる方いましたら、ぜひご覧になってください。典型的な B 級映画でしたが、まずまずの改作でしたね。
開拓っちゅうか、開拓やったけどな。まあ、なんやかんや言いながら楽しませてもらったわ。でも、なんで工業的にも微妙だった、その PQA 型、ソロモンの神と結びつけたのかは、謎が残る。映画でもパックインビデオが関わってて、クレジット表記もあるので、大人の事情が絡んでたんでしょうね。タイアップさせた効果も微妙やけどな。正直、映画見たからゲームも買ってみよう、あるいはゲーム買ったから映画も見てみよう、なんて人はほとんどいなかったように思う。おそらくイクネスさんだけやろな。 YouTube 撮るためにわざわざ映画を見たのは。おそらくね。イクネスさんのような既得な人、あるいは B 級映画好きで自番組立って人はコメントよろしくな。ほんと、前年に発売したガンヘッドもそうやけど、せっかくの名作を名作とタイアップするな。曲行為、この頃の PC エンジン界の謎やな。なんでかしらね。21年、竜の回想です。ウニが大量に湧いてます。初見ではどう対処すればいいのか悩みました。難しそうやな。石を左右に張ってガード、足場を作って左へ渡ったら同じく交互に石を張る。そんな感じで一歩ずつ進んでいきます。とにかくガードだな。ここで大型火炎弾をぶっ放す。気持ちいいくらいに敵を殲滅できたな。あとはゴールへ。右上に大型火炎弾が増えてるので寄り道。使った分を回収や。出だしのウニを封印。右からゆっくり向かってくるウニを誘導。あとはゴールに向かうだけで簡単そうやな。そうなんだけど一箇所だけ危険ポイント。タイミングが難しいのはこの先。狛犬の炎に注意しながら降りる。タイミングがずれるとやられてしまう。この面の隠しは左上にあります。拾ってからゴールへ。夏の階層、ミスティックルーム。大量に鉄砲兵が出現する。見た目以上に難解なステージ。まずは2段目に通路を作る。その次に3段目に石をたくさん置いておく。石をたくさん配置することで鉄砲兵が追いかけてくるスピードを抑制することができます。足場を作って鉄砲兵を誘導。3段目の石で時間稼ぎします。下段の鉄砲兵がいなくなったら右へ回り込む。青い炎を床に落としてから鍵を取りに行く。隠し面だけあってやっぱり難易度高かったな。鍵が見当たらんな。左上の方に隠れてます。探すだけのステージですね。左側から3列目、鏡の下3マス目にあります。開幕したら剣を連打して石を作っておきます。そうすると帰り道の時間が短縮できます。敵は一切出てこないんやな。完全にゼロってのは通常ステージでは珍しいですよね。その反面、時間切れにはなりやすいです。左側から先に石を作っておきます。赤丸のところは忘れずに作成しておきましょう。パズル型のステージやけど、一歩ずつ作成するつもりでやればそんなに難しくはなさそうやな。十二指板はこの辺りに隠れてます。これやな。こ
ここまで来たら扉へ向かうだけ。24面のトレジャールーム。いつものように火炎弾と赤い玉を取って退出します。ちなみにタイム関連のアイテムについて、青い砂時計を取るとライフが1万に、赤い砂時計を取るとライフが5000になります。必要に応じて取ると良いでしょう。スタート地点はそのままゴール地点は真上にある紙を取ったらそのまま戻るだけやな。これ以上特にアイテム取る必要もないので、サクッとクリアしちゃいましょう。最初の1から2面と同じくらい簡単やったな。26面、蛇の階層です。今回の前編ではこの蛇の階層で折り返したいと思います。この面は特に特筆すべき点はないですね。スコアや火炎弾欲しかったら右にある印籠の囲みに向かってください。上から回り込んで扉へ。アシュラが邪魔やな。このステージでの隠し番は右上隅にあります。あたかもそこに何かがあるように1マス分空白地になっとるな。鍵を取ったら隣に剣を振ります。折り返したらあとは狛犬と極楽鳥に気をつけるだけや。蛇の階層、ミスティックルーム。鏡からは骨ロックが湧いてきます。骨ロックはモヤイ像と同じ性質ですが、動きが速くなっています。骨ロックが大量に増産されてきたな。ちょうどうまい具合に爆弾があったわ。この隙に扉まで進みましょう。28面はウニがいるだけで時間だけかかるステージですね。特に解説する点もありませんので、倍速で巻いていきます。じれったいだけのステージやな。蛇の階層は全般的に単調なステージ構成が多くて、ちょっとアイデア不足な印象やな。そうですね、小休止するにはちょうどいいタイミングですが、全部で72面もあるから、この辺は継ぎ足して加えたって印象を受けます。だけは注意したいですね。ライフが2000を下回るとハーリーアップの BGM へと変わります。ここも中日版が隠されてるようやな。初めから見えるステージとそうでないステージあるようやな。29面は右下隅に隠されていますよ。蛇の絵とゲッツ。ウニを退けたらこの道から左へ進みます。途中巻物もこの上に隠されています。ストック数は最大8やから、これ以上はとっても意味ないけどな。扉へ行く前に先に青い炎のあるブロックを落としておきます。そし
してその場所に足場を作っておく。29面のトレジャールームです。前半戦最後のアイテム部屋ですね。巻物のストック内を調整して、なるべくなら小型火炎弾を減らし大型火炎弾に変更しましょう。前半戦ラスト30面です。閉じ込められてて下へ行けないな。モヤイ像が湧いてくるので少しの間待機しましょう。画面中央で行き来してる忍者がしばらくすると石を壊してくれます。あとはタイミングを見計らって降りるだけ。そのままボール。そしてこちらが30面までの日本地図です。半分埋まったな。というわけで折り返し地点に来たんでお開きにします。ここまで見てくれてありがとな。ぶっちゃけソロモンの神と違ってマイナーなゲームなんで需要があるかわからんがな、それでも参考になったらいいねボタンよろしくな。動画作った甲斐があるんでウプヌスさん喜ぶと思うで。次回もよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録お待ちしてます。